田中茂之、田中茂之、12月15日から1985年4月9日は、日本の内務官僚、感染県知事、埼玉県北足立郡安行、村出身、衆議院議員、田中佐島の長男として生まれる。埼玉県立浦和中学校、第一高等学校を卒業。 1922年3月、東京帝国大学法学部法律学科を卒業。同年6月、北海道長族となり、拓職部に配属。同年11月、高等試験行政科試験に合格した。1923年4月、北海道長警視警察部勤務となる。以後、道長事務官、地方事務官、静岡県勤務。 福岡県警察部特別高等警察課長、内務事務官、警保局勤務、ドイツ駐在、県内務所機関、大臣官房文書課長、内閣調査局調査官、内務所機関、地方局所務課長、警保局刑務課長を歴任し、文部省社会教育局長に就任。1941年1月、石川県知事に就任。戦時体制への移行に尽力。 1944年8月に長崎県知事に転じ、1945年4月まで在任した。戦後に公職追放となり、1951年8月に解除。1956年10月から1972年10月まで埼玉県教育委員会委員長を務めた。ありがとうございます。